はいどうも、サオでございます。今日は、立する直上開業の重視というね、新イベントでね、星3のキャラが入手できるようなので、こちらの、クエストね、攻略していこうかなって思います。で、非常に簡単なので、今回はあの男をね、使っていこうかなって思います。で、適性はレジヘビ、レジワープが最適。まあ、あとは濡れるキャラ。まあ、何でもクリア可能です。今回は、一番座ってるキャラ連れてってくる。レベル1の、闇王子。レベル99、星4のソフィアの、レベル1のグロリア。ね、グロリアね、キラーが強いので、これで行こうかなって思ってます。まあ、これぐらい簡単ということをね、皆さんに見せないと、今回の降臨は攻略がいらない。というわけで、これで行きます。さあ、闇王子の力をね、皆様に見せていこう。準備完了なようなので、まあ、いい感じのパフォーマンスを見せてくれるのかなって思います。で、あとソフィアがね、結構いい適性なんですけど、今回。ただ、ワープついてないですね、これ星4なんで。進化後にワープつくキャラなんで。で、これキラー乗るからね、グロリア。ほら、13000ぐらい、あ、10万だった。で、これで、唯一このフレンド枠のアリスは、やんややんや動けるんで、いいな、これ、すごい火力だな。この星4キャラすごい火力出ますね。闇王子レーザーもね、これ使い、火ダメやべえし、HP やばくないこれ。これ、HP 何が起こったんですよ。何その移動速度。やっと戦えるって何を思ってやっと戦えてるなと思ったんだ、これ。よしよし、手裏剣だけでなんかダメージ稼いでいく。闇王子レーザー、解放しましょう。いけ、闇星レーザー。あれ、ワープじゃん。あ、でも倒せた。よし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 。あー、ちょっと難しいからね、ここはね。楽しいらしいですね。非常に嬉しいばっかりでございます、こちらも。闇星にね、楽しんでもらえることがね、一番の喜びだと、まあ、最近感じているので。さあさあさあ、ソフィアで闇星、あ、待って、あ、やばい。あ、手裏剣が2回刺さっただけ。グロリアで闇王子レーザー出そう。闇王子レーザー出すって、闇王子の位置調整をしよう、これで。闇王子を若干下げて、チューチューに当たるようにする。ナイスよ、これ。闇王子レーザーの餌食ですからね。全然食らわんやん。全然食らわんわ。闇王子レーザーもさ、クレスしていく。そして金箱が落ちる。ボスあっちだったのか。さあ、こっから中ボスですからね。こっから気を引き締めていきましょう。こっから本当の難易度がね、解放されていくわけなんで。とりあえずアリスに当たれればいい。オッケー。3体に触れたらもう止まっちゃうんですね、これね。アリスで、いい感じに、なんかとりあえず縦貫し1体ずつ倒していきたい。他のキャラね、火ダメも稼ぎつつ。で、闇王子はもうただひたすらにアリスに当たりに行こうと思ったんだけど、ワープが下にあるので、これは闇王子ミラクルショット。闇王子ミラクルショットですね、これが。アリスにちゃんと当たっていける。これが闇王子の強さになってます。で、ソフィアの位置と火ダメ。体力やばい、これ。めっちゃクソを言うやん。やばい。一体倒、どこ行った？何が起こった今。ちょっとやばいぞ。とりあえず回復の運はいいみたいだ。こっちは取れるね。下今取りに行こうと思ったけど、取れんかった。危ねえ。とりあえず2万あれば、なんとかなるよね。なんとかなるよ。あっぶな。これバーゲスト。これバーゲスト使おうぜ。やばいでしょ、もうこれ。バーゲスト使うしかないよ、これ。いけ！バーゲストで、こいつ倒して、で、チューチューの攻撃を受け切れれば、もうなんとかなる。あ、受け切れた。あれ？これやばくない？闇王子ミラクルショット。あ、闇王子ミラクルショットですね、これが。危な！いや、933って。死ななかったやん、闇王子ミラクルショット起こんなくて。とどめを刺していけるといいかな。よいしょ！オッケー、いい火力。3万出てますからね。
さあ、ボス来ましたよ。ここ挟まれんじゃねえのか、これ。もしかしたら。これ挟まってんじゃない？あ、全然。じゃ、ボス特攻しよう。これグロリア撃つ。撃つってなんだ？これグロリア撃つ。グロリア撃って、ちょっとアリスをかすりながらグロリア撃つ。めっちゃ出るでしょ、これ。キラーあるし。そうそう出んじゃない？ほらほらほら。あ、強い！強い！100万出た。半分ぐらいアリスの友情コンボだけですね。いけるいけるぞ、マジで。あとは、バゲスないけど、中ボスをどうにかすれば、まあ、アリスの友情じゃない、ハンタースキルで倒して、みたいな。で、これ最大ダメージ出すのはこれ弱点を1回通る。反射して弱点、来た！いいぞ、闇王子。お前に任せるよ、本当に。いや、いいキャラですね。で、ソフィア、ハマってないこれ。なんかソフィア、いい位置いるんだけど、なんかハマれないな、これ。アリス出そう、アリス出そう。グロリアでアリス出す。グロリアでアリスを出して、なんか位置やばくないこれ。やばい気がするんだけど、これ。大丈夫だよ。全然大丈夫。じゃあ、アリス撃とうぜ。もう。負けるよりマシっていうね、理論でやってますから、僕は。まあ、これ、ワープをどうにかすることできるんで。いけいけいけ、100万出れば。100万が出ればもう、神様！素晴らしい。闇落ちの次に強いキャラってよく言われてますけど、素晴らしいキャラですね。さあ、闇落ちの SS はラストで使おう。SS じゃねえ。待って、アリスに行かないの、それ。やばやば !1000、1650、使うしかない。これでアリスに当たれれば、これ若干スピードアップする。やばくない？あ、よいしょ。危な！これ使う必要あったのかわかんないけど。もう闇落ちの、ハンタースキルしか残っていないっていう謎の状況が生まれてますが、頑張ってやっていきましょう。回復をしていく。まあ、闇文字のハンタースキルで多分半分は持っていけるんで、アリスは縦貫して、そこ。さあ、闇文字のハンタースキルを解放しましょう。パワーアップ。で、あわよくば、回復取りたい。顔生きてる。いけ！あ、待って。その格好、あ、今日。これで闇王子パワーアップモードでしょ。チューチューやばいから、ちょ、チューチュー倒すか。オッケー、チューチューは倒れた。あとはアリスに当てる。あ、で、回復。あとは回復。マジ、こっからマジで、回復運よ。アリスに当てる。いやー、ちょっと、やべえな、言うて。回復来た。回復で、もうアリスで、アリスの方がいい位置にいる。痛い。なんとかなってる。来た！やめようじ！回復！いや、盛り上がってきましたよ、これ。めっちゃ俺興奮しますからね、この戦い。曲がなんか熱すぎるんだけど。何この、今までにないなんかこの楽しさを感じているのは俺だけなのか、これ。いけるぞいけるいけるなんとかなるもんだよ、これ。アリスが強いだけ説は。いけるでしょ、これ。ラストは闇落ちに決めてもらいましょうか。あの、なんか、闇落ちに決めてもらいましょうかつって、ナメプして、これなんか大変なことになりそうだけど、ちょっとここハマってみよう。よし。闇落ち、任せたぞ。ラストは。よし。いけ闇落ち最後の力。あ、待って、え？こんなはずじゃ。何？ちょっと待って。危な。おお。おお、闇王子の店は俺が奪ってしまいましたが、まあいけましたね。すごい難しいクエストだった。
めっちゃ生きてるもん、後ろで、闇星が。というわけで、もうこんな感じのクエストになってます。まあ、レジ、ワープとレジ、めっちゃレベル上がるやん。この企画一回しかできないやん。レベル上がっちゃってさ。何してんの、これ。もうなんか、いいっすね。この最終的に闇星が99レベルになる、なんかドラマ、みたいなありそうなんで、今後このまんま、このレベル19の闇星使って、なんかのクエスト行こうかなって思います。今回は、リスル、直上開業の樹脂、上級の攻略でした。ご視聴ありがとうございました。